シルビア・ソレール・エスピノサは、スペインの女子プロテニス選手。バレンシア州アリカンテ県、エルチェ出身。WTA ツアーで、ダブルス1勝を挙げた。身長169センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、シングルス54位、ダブルス39位。フェドカップスペイン代表としては4勝11敗の、 成績を残している。四大大会では2011年全仏オープンで初出場した。シングルスの最高成績は2011年全米オープン、2012年全米オープン、2014年全仏オープンでの3回戦進出である。2012年にはロンドン五輪女子シングルスに出場したが、1回戦でイギリスのヘザー・ワトドソンに敗れた。 2013年全豪オープン女子ダブルスではカルラスアレスナバロと組みベスト8となった。翌2014年全豪オープン女子ダブルスではイスラエルのシャハピアーと組み2年連続でベスト8となった。2015年全仏オープン女子ダブルスではマリア・テレサ・トルフロルと組みベスト8となった。2014年8月のニューヘイブン大会のダブルスでアンドレヤ・クレパーチと組み優勝。 これが唯一の WTA タイトルとなった。ソレール SP の差は2020年5月現役引退を発表した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。